こんにちは、おばねじゅんです。今回はカリグラフィーを始めたばかりの方におすすめの2部ペン先をご紹介したいと思います。今回ご紹介するのはこちらの2つの2部です。まず1つ目がこちらの日光 G という2部なんですけれども、こちらはですね、日本製なんですが、世界中のカリグラファーたちが、愛用している2部になります。すごく持ちが良くて初心者の方におすすめです。少し固めなので、すごく書きやすいので、本当に始めたばかりの頃はこちらの日光 G を使っていただくといいかと思います。で、もう一つがこちらのゼブラの、2部です。はい、これはですね、日光 G よりももっと、細い線が描ける2部になってまして、太い線と細い線の強弱がすごくつけやすくて、私が今ずっと愛用しているのがこのゼブラの2部になります。はい、どちらもだいたい80円ぐらいで、気軽に購入できるので、とてもおすすめです。ネットで購入もできますし、文房具屋さんとかにも売ってますので、ぜひ試してみてください。それでは実際に書いていきたいと思います。まずはこちらの日光 G からちょっと試して書いていきたいと思います。すごく滑らかな書き心地です。次にゼブラを試していきたいと思います。こんな感じですごく細い線を描くことができます。はい、今回は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。